今日は29ページについて解説しますね。ここには能力が低い人はどういうふうに考えているかということが書かれています。ここにある例を読んでみますね。能力があると人に仕事を言いつけられて嫌だ。それから能力があると人に頼られる。それから能力があると誰にも助けてもらえない。これはどういうことでしょうか。能力が本当にたくさんある人はこういうことを考えていないわけですよね。どうしてこの違いがあるのか、これを考えてみてください。つまりこう思う前に実は過去があるんですね。自分が本当にできないとき、もちろん子供の頃は誰でもできないわけですが、そういうときにできる人にもっと頼ろうとした、できる人にこれやってこれやってとしつこく言った。そしてできる人はあなたはできるんだから誰も助けちゃダメだよ、私はできないんだからみんな助けてよと思った、こういうことが影響してるんです。ですから今度は自分が能力が高くなったら誰かを助けないといけない、誰かに頼られるっていうふうに思うということなんですね。こういうのはつまり自分がまずしたから今度はされると感じるという仕組みなんです。ということは能力の高い人は最初から人にあまり頼ろうと思っていなかったということになりますよね。こういう最初にどう思ったか、そして次にどう思うかというような積み重ねによって思考はできており、こういうことがどんどん積み上がって今の自分ができていくということなんです。ですからちゃんと自分のスタートの思い、それをよく見て、最初何を考えたかということですね。これをよく見て、そしてその上に今の自分があるということを知れば、最初どう思ったか、ここの部分を変えればなんとかなるんだなっていうことが分かっていくと思います。ではまた次回。